はい、どうも、笹田です。今回は各試験と企画会議ということで。前回、いろいろちょっと、よからぬところもあったかなと思います。はい、こちらの動画です。キャラクターのエンターテイメントはいらないっては、何度も言うけど。陽キャおもろいと陰キャおもろいで今、視聴者集めてるわけじゃないから、あくまでも中身は動画編集。座組が惹かれちゃってる。見せ方だけっていう話ってことです。そうですよ。なぜか鎖国のチャンネルで上がってるっていう。1万再生いったのにね、そういう意味ではこっちを出したかったですけど。オッケー。青さんが企画会議をする時間がない海外にいらっしゃってる、お忙しいので、まあちょっと動画にしちゃおうということで。企画会議の中でも企画を作る上でちょっとご相談したいというか、その壁打ちじゃないですけど、ブレスト的なところでできれば今日はいいかなっていうふうに思ってます。先にお話ししておきたいのが、まず5月の振り返りとして、一番伸びた動画っていうところは炎上したのと、あれはまあ痛いよ。と、レペセンさんのものだったんですけど、まあ、それはちょっと参考にならない数値だと思って、うん、抜いて考えよう。なった時に、やっぱりヒカルさん方式でっていうので、青さんが注文してたところになってくる。リオちゃんの動画とか、はい、あと動画編集者は地獄ですとか、これ一番いいね。動画編集者は地獄です。青さんが突発的に出た言葉じゃないですか、うん、地獄ですって。そこで1万再生取れるってすごいなって。今インフルエンサーコラボもしてないもんね。そこで逆に目立つのが実績者対談っていうのがどうしても3000再生ベースになってしまうっていう、うん、これちょっと改善した方がいいのかどうかっていう相談ベースというか、まあサムネは変えてもいいかもね。でも実績者対談は絶対やりたくて、っていうのも5月この動画給料めちゃくちゃ売り上げだったよね。結局そこって青さん一個一個紐付けてるんですか、 LINE の部分で流入経路どこで CV がどこでみたいな、下流のところがどう繋がってるのかっていう統計は取ってない、取ってないんだけど、マストクさん動画上場プロに関しては取ってて、これは取ってるんです、マストクさんだからね。逆にこれしかないのよ、道場プロの販路って、うん、道場プロの販路はこれしかなくて、これで700万ぐらい利益が出てる1本の動画で、5月に出した3本ぐらいの動画、はいはい、うん、これはいろんな他の動画で潜在層から潜在層に変えてきて、そこを顧客にバッて変えるために一番必要な動画だから、最後の一押しって意味は必要なんで、うん、要は再生数取りに行っても薄かったら一押しにならないから、うん、役割としては役割としてはだからマネタイズの動画だからいいじゃない、これはこのままで。ただ立て付けだけドキュメンタリー形式に変えてもいいかもねぐらい。一気に3人とかいらっしゃった時とかに、うん、そうだね、それができないっていう撮影リソース含めて、うん、もうちょっといい形で再生取れたまま後押しになる動画にできればなと思うんですけど、うん、それが感性難しいなっていう。ファン屋さんの人とか行ってもいいかもね。だからこの実績者対談で撮って、その後に、うん、ドキュメンタリー系実績者対談っていう企画を考えてもいいかもね。そっちで売れるんだったら徐々にそっちに移行してきて、うん、実際にこの青さんにおっしゃっていただいてる内容として、この動画経由でどれだけ売れたみたいなことはあんまり見なくていいよっていう、うん、そこはもうずっとそのままでいいっていうことなんです。そうだね、加えとして、うん、実際にいろいろ試してみて、それで良かったものをやっていくみたいな、うん、実績者対談は基本的にはやるべきで、このパン屋さんとか実績者対談でこの人掘ったらおもろそうだなみたいな人はドキュメンタリーに行ってきて、うん、実際にこれってやっぱり青さんが一緒に行かないといけないじゃないですか、うん、動画の資金質的な、うん、そこの撮影はカレンダーを押さえてもらうと押さえて、うん、ないんですよ、6月とかないんで2ヶ月先ぐらいを押さえていかないといけないです、うん、頑張って抑えよう。はい、先日のリオちゃん回見ましたね。見たよ。僕だけで1回リオちゃんの声で開いてた、うん、あそこおもろかったね。いけました、いけてるでしょあれ絶対、完全に。いやそこだけすっごい心配で、まあ、アナリティクスちゃんと見てないからまだ視聴率が出てないじゃんグラフが、はい、あ出てるかな、ちょっと前なんで多分出てる、ね、100% とか100%、まあ、3的に OK なんだったらもうちょっと動画の幅広がるかなって、うん、僕だけ行くところが多少、うん、まあそうだね、全部じゃないですけど、うん、前後が青さん出て真ん中の部分でっていうのができるんだったら、うん、そうだね、あれは普通におもろかったよね。本当ですかよね、視聴者の皆さん。いや、嬉しいですね。どうなんだろう、いけてるのかなみたいな思ってたんで、僕だけじゃなくて、もちろん、ヒラリさんとかおかげですけど。おもろかったと思う。いけましたね。編集もかったね。これはもう編集チーム、小西さんと高取さん、必死でやってくれた結果なんで。じゃあ、そこも一応 OK っていうことですか。今、相馬さんにお声掛けしてるってこと、うん、あれは編集見比べの動画の中の一つっていう認識ですか。相馬さんの編集チームを深掘りに行くだけ。見比べはまた別。見比べは見比べで、相馬さんのところも入れます、ね。切るよ。その素材取んなきゃね。そうですね。青さんの新規視聴者がすごい多いなっていうふうに印象があって、うん、改めてなんか自己紹介じゃないですけど、100の質問ベースでなんか、青さんってそもそも何なのかっていうのを、もう一回やってもいいんじゃないかと思うんですけど。でもあれ20分だけ時間くださいの動画があるから、それ最近出したばっか、あれが実質自己紹介だからね。100の質問とか、ヒカルさんがそれやるからっていう。コンセプトは常にヒカルさんなんでね。もしもヒカルがヒカルチャンネルで動画編集キャンプを売るためだけに全リソースを投下したらみたいな。ヒカルさんが動画編集キャンプを売るためだけに。そう、ヒカルさんのチャンネルって最近いろんな先入ってるじゃん。なんかいろんな、そう、さっきも動画撮った時に、うん、あれ近いな。ヒカルさんちょっと見えたなって思ったんですけど。ヒカルチャンネルをマーケター的に見た時に、これは武田塾の訴求のためでしょ、概要欄見せてもらった武田塾の訴求入ってる。これ武田塾を売るためにやってるね、はい、でこれ相馬さんの動画でしょ、これは寝るマットレスを売るためにやってるわけ、でこれピスト6でしょ、はいはい、で、まあ、これは5対5だから関係なくて、これ左腕でしょ、そうですね、訴求からの逆算した構成になってます、うん、全部そうなの、これも願いが叶う回売るためのものでしょ、もしこれが動画編集キャンプだったらな、全部そうじゃあそれで考えると確かになしですね、うん、で企画を考えるときは全部それで考えてほしい、しかもそこと動画編集者は地獄ですっていうところも結局そこにつながって、うん、まだ単純な一人語りだからね、はい、これとかめっちゃいい、この動画、ああはいはい、
前回個別でフランチャイズチャンネルの模倣をしたいっていう。あれもやりたい。あれはやりたい。あれはまた別軸だね。ヒカルチャンネルコピーとはまた別軸で。FC トークでしょ。はい、そうです。あれはちょっと、社内のメンバーにフォーカス当てて、あれだとちょっとマネジメント領域に近いかも。マネジメント領域っていうか、ごめんなさい。マーケティングのためにやるっていうよりは、マネジメントのためにやりたい。はい、社内の人たちが、YouTube 出れたら嬉しいじゃん。そういう視点、はいはいはい。ちょっと今日程が全員合う時がなかったんで調整中です。あれもある種の俺の人間性深掘り会になると思うんですよ。今結構青さんの一人語りに依存してるなって思ってて、そこばっかりだと足りん、だからコラボどんどんしかなきゃだよね。比較動画とかもちろん控えてるんですけど、それが2日に1個動画出すってなった時になかなか追い切れないところもあるんで、ここどう改善していこうかなっていう。まあ一人語りである程度はいけると思うけど、もっと巻き込んでいいかもね。意外とだから相馬さんも声かけたら乗っかってくれたし、林さんとかも乗っかってくれると思うし、ちゃんとなんか面白い動画になればね。そういう意味でじゃあ青さんのリソースを多分僕が把握してるともうちょっとつなげやすくなってくるのかなと思ったりする。今の青さんの周りの活用できるっていうとちょっと失礼ですけど、まあヒカルチャンネルに出てる人たち、令和の虎に出てる人たち、あとまあ龍拳さんとか佐賀くんとか逃げ切り界隈じゃないかな、はい、あとはなんかもっと僕に対してこういう立ち回り含めて何回か聞いちゃってるんですよ、申し訳ないですけど、はい、いいよ、いけてんのかどうか、いけてるいけてる、不安も若干あるというか、いけてるいけてる、ありがとうございます。あーこれいいね、 DG までに青さんチャンネル編集させる。だから丸くんに、これもう無理なんですかね、丸くんにコラボしてくださいって言ってこの動画を撮りに行くっていう。一応マルさん6月からもう一回 YouTube 再開するって言ってみたんで、まあ、いけるのかなとは思うんですけど、単純な動画編集のハウツーってもうなんかどうなんですか、それを出していくみたいな。例えばあ、確かに、あ、これ出す出す、ここら辺も撮るよ。あ、撮りますか、撮る。それがなんか爆発的な再生はもちろんないとして、これは絶対必要だから置いとこ置いとく。なんか青さんがそこをいつも避けてるイメージがあって撮影楽しくないもんだってそうそうそう撮影しようって言っていつも飛ばされるというか、あ、ただただそうなんですね、よかったです。楽しくないから後回しにしちゃってます。それはやっぱ一人語りで撮った方がいいですよね、なんか説得力とか、そうだね。これとかはまあディレクター複数人集めてディレクターサミットみたいな。はいはいはい。じゃあちょっとゲスト会議とか、東、鳥屋、竹内、高鳥あたりをこう巡っていくみたいな。うん、いいね。でこれはまあ丸の家に丸呼び出す。で相馬さん家行く。あこれいい、面白い。青い。これやった方がいいですけど、なんか前なカメラマンもうちょい追った方がいいよねっていうか、僕がやっぱどうしてもタイミング合わない時があった時に、青さん最近カメラマンなしや撮らなくなってまあ葵と小川にも参加させて、あと公募、公募で、でこれ佐古くんと旅行しながら、こう予定はあるんですか。ない。なるほど。靴舐めて働け、ニュアンスですけど。ウルモスさん、ストックさんメンバー、靴舐める系のフリーランスはいたっけえ、そんなフリーランスの部類があるんですか、靴舐める系。だウルモスさん深掘り会とか取るか、これこんな感じでいいんじゃない。はい、こんな感じでなんかどん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 ゲストアサインして人を巻き込んで撮っていこう。最近もヒカルさんでヒカルさん単品で撮らないからさ。確かにもう絶対誰かいますもんね。うん、それでヒカルさん3日に1回とかです。わかりました、ありがとうございます。ここら辺のコミュニケーションを取ってやります。 YouTuber 巻き込んでいきたいな。相馬さん、ヒカルさん関連、手羽状とか違う、手羽状違う、 YouTube 的トーク力ないから。そうなんです、プロタンさん、プロタンさんはね結構視聴者からもプロタン青ささコンビ面白いってずっとね言われてますよね。岩井さんって動画編集キャンプ受けれないんですよ。岩井さん、確かにな、これ見たい。 YouTuber なんだから動画編集キャンプ受けてみろよっつって受けてほしい。もうちょっとスタッフに優しくられんじゃねえのどんだけ大変かっていう。確かに2日なんか拘束できないですよね。2日は拘束できないね。勝っただけでも編集してみてよ、前半部分だけ。いやまあちょっと岩井さんはちょっとこっちがグリップできなそう岩井さんを扱いきれるほど俺がまだ YouTuber 能力高くないわ。いつか出る可能性があるんですね。いつか、まだ早い。まだ早い。岩井義明を扱えるほど俺は能力高くないから。みたいな。怒られてほしいな。なんか、ぐだった時に、ちゃんと岩井さんは怒るから、ぐだらないように、ちゃんと俺らが撮影とかが進行できる力がついてからの方がいい。それは確かに、僕も怖いな。ちょっとの撮影ぐだると多分めっちゃ怒ると思う。大事に優しいんだけどね。時間価値高いから、やっぱ。はいはい。入江さんの対談動画ってあれ、どうなの？ヒカルチャンネルの公開に合わせて。入江さん、いろんな経営者連れてきてくれるって言ってたんだけどね。そうです。それがどれぐらいのペースで来るのか、全然わかんないね。入江さん巻き込みましょう。入江さんとまた撮るか。入江さん、もう一回伸びるんじゃん。ヒカルさんとコラボも月一でやりたい。それって僕にやりたいっていうのは叶うものなんですか。企画さえあれば提案するってこと。コラボ撮りたいんですけど、まだ月一ぐらい出てあげるよって言われてんだけど。もう言われてるんですか。だけど俺がちょっと思いついてないから。まだこの前は動画編集キャンプの生徒のインタビュアーをヒカルさんにお願いしたりとか、ヒカルチャンネル編集の裏側を15万再生みたいな。リエさんとかもやっぱり青さんの頭の中をできるだけ引っ張り出してくださるレベル感の人ってなかなかいないんで、経営者の中でタイプがあると思うんですけど、リエさんはすごいそれを出してくださるなっていうのがあるんで、
これもこういう話しましょうっていうのをある程度投げたら青さんが連絡してくださるっていう認識で、うん、イエスさんそろそろギリシャ連れてきてくださいよっていうところが取れればなと思います、うん、あと桑田さんの編集チームの遠藤さんもコラボしてもいいかもね。遠藤さんに桑田チャンネルの裏側聞いてみてみて、まあ、桑田さんと3人で撮ってもいいかも。はい、その方向で進めさせて、まあ、せっかくいろんなインフルエンサーと関われてるからそのインフルエンサーたちの動画編集ってどういうことなの、うん、みたいな感じでどん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 企画立てていって、はい、みんなに動画編集に興味持ってもらうみたいなのがいいじゃないかな。かしこまりました。ヒカル、クワタ、林、DA、トーマ、トランジスタ、プロタンとかすごいですよ。レペゼンとかさ、バチボコバチボコ出してったら競合かなわんでしょ。もう十分かなわないっていうか、うん、動画編集チャンネルではもはやないっていうところの領域ではあると思う、うん、ぶち抜いてここからも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、こんな感じでバチコンと決めていきましょう。よし、よし、よし。この動画を見てね、動画編集に興味を持った皆さんはですね、概要欄から僕の公式 LINE を登録してみてください。稼げる動画編集者と稼げない動画編集者の違い、動画編集のパソコンの選び方、動画編集のソフトの選び方、最初の1年の稼げた月5万に達する方法、月20万に達する、月50万に達する、月100万に達する方法を無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。なんと無料なんですよ。なんで無料なのに皆さん取りに行かないのって思っちゃうぐらい、本当にめちゃくちゃいい情報を発信してるんで、ぜひ皆さん受け取ってください。無料の情報を受け取らない人って本当に何なんですかね。なんでって思うんで、皆さんぜひ登録してみてください。登録したらですね、毎日毎日その後もプレゼントだけじゃなくて、メルマガが届くんで、毎日読むようにしてみていただければ幸いです。で、もう一個ね、公式 LINE があります。それが動画編集キャンプの公式 LINE です。こちらはですね、説明会を毎月やってます。動画編集キャンプは何かっていうと、土日2日で動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールなんですね。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば、月曜日から現場レベルの編集者になれるというオフラインのサービスです。短期間で動画編集スキルを身につけた方、ぜひ検討してみてください。概要欄にあるね、リンクから説明会の情報を受け取ってください。これが2つ目の公式 LINE。青、過去動画編集キャンプ主催の LINE ですね。青の公式 LINE と動画編集キャンプ主催の公式 LINE。この2つを登録すると、なんとこんだけのものがもらえます。ドドンと。すごくない？二つとも登録してない皆さん。二つとも登録するのが大事。青のコースラインは毎日毎日有益な情報が発信されるよと。動画編集キャンプのラインは動画編集キャンプの説明会の案内が受け取れるよっていう感じなんで、そういう感じで使い分けてもらえると幸いです。あとですね、もう1300人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルというサービスがあります。こちらはですね、動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになっていないとか、そういった方に向けたオンラインのサービスです。ちょっと動画編集触ったことあるかなっていう人が8案件を獲得するまで10日でいけるよと。僕らの指示に全部従ってくれれば10日後に現場レベルの動画編集スキルに切り替わって営業方法が分かってしまう。だから案件が取れてしまうと、そういったサービスになっております。こちらもめちゃくちゃ好評なんで、ぜひ概要欄から販売ページ申し込みページをチェックしてみてください。だから皆さんチェックすべきは青の公式 LINE、 動画編集主催の LINE、 こちら2つを登録した上で案件獲得スクールのページを見てみると、俺どれが合うのかなというふうに見ていただいて、どれか申し込んでいただけたら幸いです。というわけで今回もありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタンよろしくお願いします。勉強になったなとか、これどうなのっていうふうに疑問に思ったことはぜひコメント欄にアウトプットしてください。めちゃくちゃ嬉しいです。その中で今回は以上です。ありがとうございました。